2021オートバックスーパー GT ラウンド7モテギ GT300 キロレース、解説は三沢秀俊さん、ピットリポートは高橋二郎さん、竹内島さん、実況私サッシャでお届けしてまいります。改めてよろしくお願いいたします。さあ、レーススタートも近づいてきましたけれども、ランキング見ていきましょう。ドライバーランキング500に関しましては、スタンレーの2人が、ね、トップ2ということですが、それに続くのがアステモで英雄トムス、さらにその後ろがモチュール、GTR という形で続いています。このレースを終えて22点以上広がるとチャンピオンは確定ということになります。もしくはチャンピオンの権利を逆に失うということですね。1レースで最大取れるのが予選入れて21ポイントです。300に関しましては、スバル BRZ がトップ、そして、リアライズ GTR、 その後が高野子の言うスープラ、そしてゲイナー11号車というふうに続きます。まあこの21点というのが最大取れる点数ですから、まあ、並んだ場合は勝利数とかも関係してくるわけですけど、まあ、少なくとも22点差以上このレースを終えて広げられてしまうと最終戦でチャンピオンの権利はないと。そうですね。どこまでこれがだから、最終戦に台数、残して権利戦うのかというところですね。まあ、でもね、300 の、まあ、山内選手とか、あと、まあ、そこを、ね、追う、リアライズの、まあ、今選手とか、はい、ちょっとこう今日緊張してるなという表情が強かったですね。あ、まあ、横浜タイヤフロントローン並んでね、これ相当横浜勢としても、ね、タイヤ勢としても気合い入ってますね。そうですね、500クラスはね、横浜勢がフロントローン独占ですから、はい、まあ、車は別ですけど、では株式会社オートバック2021オートバックススーパー GT シリーズラウンド7モテギ300キロレースの開会を宣言いたします。ありがとうございました。はい、開会宣言は株式会社オートバックス7執行役員の乗末信夫さんでございました。さあ、開会宣言も行われまして、これで、正式にレーススタートということですが、これ今日坂東さん一台一台こう挨拶しながら、これ今中央手振ってますけどね。そうですね、珍しいです ね、 ね、多分全ドライバーにこう手を振りながらグリッドを今ずっと後方まで、歩いているんですけど、はいはい、こうやってね、選手たちに激励を毎回しているということでね、はい、そんな姿もちょうど画面中央に捉えてますけれどもね、はい、さあ、クリーンな、そして、素晴らしいレースが見られることを楽しみにしつつ、残りスタートまで、フォーメーションラップまで1分ということになりました。あ、そして、はい、ドライバーお客様にお辞儀をいたしまして、坂東さんお戻りになります。さあ、エンジンに火が入りまして、いよいよスタートが近づいてまいりましたが、まあ、一つ、500に関してはアステモとスタンレーの1、その後ろにいるのが、まあ、ランキング的にも AU ということで、 AU はもうちょっと後方からのスタートなので、この3台の位置が一つ注目に、まあ、軸となります。300に関してはスバル BRZ が2番手からのスタートを追う、7番手からのスタートがリアライズ、画面左の方に映ってましたね。それ以外に高野子の言う、そしてゲイナーといったところが、まあ、どういう風に絡んでくるかというところも注目しながら、レース見ていきたいと思います。慌ただしいレースとなるのか、まあ、スーパー GT ですから間違いないでしょう。そうですね、はい、はい、さあ、グリーンシグナルになりました。フォーメーションラップのスタートです。ウェッツスポーツが先頭でスタートしていきますが、さあ、今年2回目の開催ということになりました。秋の第4戦についての第7戦のこのモテギ、ツインリンクモテギですが、三沢さん、はい、コースの紹介をお願いします。まあ、ね、皆さんもご存知の通り、まあ、モテギのサーキットはとにかくストップ&ゴーが強い、キャラクターのコースですよね。はい、まあ、ストレート、まあ、ヘアピンとまでいかないですけど、ストレート、まあ、タイトな、ヘアピンに近いコーナー、ストレートヘアピンに近いコーナーっていう、まあ、連続なんですが、はい、まあ、オーバーテイクがしにくいっていうのがやっぱり一番の特徴ですかね。はい、まあ、ですので逆にそのオーバーテイクを仕掛けた、バトルは、かなり迫力のあるといいますか、スリリングのある、バトルが展開されることが多いコースです。はいはい、まあ、
さっきこのコース前半はですね非常にまあ行って帰って行って帰ってのレイアウトで、はい、中盤にまあ、一気に上り坂を上りながら、まあ S 字区間を、走る。この S 字区間がまあこの茂木でまあ唯一そのハイスピードなコーナーであると、はい、ただこの S 字コーナーではなかなかオーバーテイクは仕掛けられませんが、リズムよくいかないと、ラップタイムに大きく影響する。まあこの今ブリストンのブリッジ先、ここから130ある超えてですね、上って、画面では分かりづらいんですが結構これ上り坂なんですね、はい、でこの前 S 字コーナーはラップタイムに影響するコーナーなんですが、だからといってここを、一生懸命速く走りすぎると、はい、タイヤの摩耗が、一気に進むんですね。速いきついコーナーね。はーい、ですからマネジメントも考えながら速さも考えながらというところがちょっと器用さが求められる S 字区間です。はい、はい、でまあ、ここからまあ90度の、まあ、90度じゃないですね、 V 字コーナーですか、 V 字コーナーを、立ち上がり、まだこれは上ってます、はい、で、ショートストレートを走って、バックストレートに、まあ、つながる、まあ、ここはかなりタイトなヘアピンコーナーですね、はい、これ一番標高的には高いですかね。一番高いところですね。はい、でここから、まあ、半バックストレート長いですね。長いですね、はい、で前半半分はほぼフラットなんですが、はい、後半、ストレートの後半一気に今度下り坂、ここで分かりますよね、パコンと下がってますね、はい、まあ、ダウンヒルになっていてかなりやっぱりここスピードは乗ります、はい、でしかもオーバーテイクのポイントとしてはここのストレートエンドのコーナーの、90度コーナーが、一番のモテキのオーバーテイクのポイントになりますね、はい、ブレーキも厳しいコーナーでして、まあ、ここもね、かなりやっぱりその攻略するのは難しいコーナーなんですが、はい、ここはやっぱり攻略しきらないと、一周速さにつながる、はい、でまあこのダンロップのブリッジアンダーブリッジ先でここで最終コーナーというところですね、はい、はい、さあそれでは過去3年のですねこのツインリンクモテギの勝者見ていきましょうかね。2019年は平川キャシディのキーパーですね、去年は2レース行われまして京浜とエアティエ MSX、 そして今年の第4戦もスタンレー NSX ですから実は NSX3 連勝中というふうに言えます。300に関しまして一昨年が平中康太ゲイナー、去年は2レースレオンとリアライズに勝っていまして、今年はムータが第4戦勝利していますけれども、さあ果たして、です。さあそれではですねピットリポート、直前のですねレポートを入れていただきたいと思います。まずは高橋二郎さんからいきましょう。二郎さん、はい、コンディションはですね素晴らしいコンディションなんですけども、路面温度が30度ということになってきました。今回のですね大会、土曜日からの走行を含めてですね一番あの高い路面温度になってますね。それがですねやはりタイヤチョイスですね、この悩みどころでして、土曜日のフリー走行練習走行の段階から、そして、予選へと、そこでですねそれほど大きなコンディションの変化が長いと思っててチョイスしたタイヤが合わなかったというチームがあります、特にトヨタ勢はその辺がですね悩みのところで、固めの方そして柔らかめの方両方ともですねレンジの端から端という形でですね合わずに、ですねそのスタートタイヤ、今回のスタートタイヤにそれを投入しなきゃならないということになっています。その辺がですねすごく難しくて、逆にですねトップの2台横浜タイヤさん、これがこの30度の路面温度の中でどれだけですね、コンディションをキープできるか、その辺もですね注目すべきところだと思います。以上です。はい、ありがとうございます。さあ300に関してはどうなってるんでしょうか、竹内さん。はい、300クラスのチーム取材したところ、前回タイヤへの負荷が大きいサーキットだったということもあって、なかなかタイヤ戦略を取りにくかったチームもここモテキでは取りたいというチームが多い。しかもこの抜きにくいサーキットでピットで少しでも前に行くためにタイヤ戦略を考えているチームが多いという印象でした。まあ、レース展開などにはよりますが、中には最初から無効感をするつもりでタイヤを持ってきているチームもちらほらいたので、まあ、各チームどんな戦略で戦いに挑むのか注目です。以上です。はい、無効感で、いけばピットタイムはだいぶ、そうですね、稼げますよね。まあ、モテギはまたその戦略がねたまに当たることが多いですから、はい、はい、どうなるかちょっとわからないですね。そうですね、はい、まあ、300はこの辺ピットのタイミング、そして、
タイヤの戦略、交換、そうするとね、過去を見てると三沢さん二輪交換なんてありましたよね。はい、あの茂木はとにかく左側、特にその左フロントが結構厳しかったりするので、左側の、まあ、二輪交換っていうのは、よく、行われる、戦略ですね。そうですよね、はい、この辺は注視していきたいと思います。ポーンと、ピット出たら順位が上がってるなんていうことも十分に考えられますので、はい、しかも無交換はタイヤそのものの、ね、交換がない分、はい、ピットの時間が短いだけじゃなくてタイヤの温まりがもう最初から温まってるん で、 そ、 うです、ね、そこ もうすぐにレーススピードが速いっていう、アウトラップ後が速いですね、はい、そこの一つ、ただ持たせなきゃいけないというところで、まあ、その辺がどう本当にこう吉と出るか京都出るかというところも注目してみたいと思います。さあ2周のフォーメーションラップを終えましてホームストレートに戻ってまいりました。まもなく、63周300キロのレーススタートということになります。各車グリッドの上を通って2列になりまして、シグナルを待ちます。緊張感高まってまいりました。残り2レースということになります2021シーズン。さあ2021オートバックスーパー GT ラウンド7茂木 GT300 キロレース、まずは GT500 のスタートです。横浜タイヤは入った2台が、いやウェッツが一気にアウトサイドからかぶせてきて、そして ARTA が中に入ってきた。さあ2番手を狙っていく ARTA が2番手に上がれるか。2番手だ、一気にオーバーテイク。これは相当狙ってましたね ARTA 熱烈は。いやすごい。さあそして2画面になりました、画面右です。 GT300 のスタートはアップガレージの後ろからスバル BRZ がいいから、スバル BRZ がいいんじゃないですか。 BRZ が前に出た、しかしインサイドを通っているアップガレージ、さあ取り返せるか。いやスバル BRZ 三沢さん前です。いやちょっと上とモルトもしないスタートらしい、素晴らしいです。そして画面左500番ですね、エアティアもう一度抜き返してますね2番手に。いやこれカルソニックだ、松下信春が2番手まで上がっています。いやとんでもないロケットですね、これはすごい。いやここは大きくスタートから両陣営500も300も大きな動きがありました。いやでもカルソニックすごいダッシュじゃないですか。4番手スタートのカルソニック、かなりここも狙ってたんでしょうね、さあ500はウェッツスポーツの人、カルソニックはもうウェッツも捉えようかという勢いです。松下信春が、まあ、先日スーパーフォーミュラではスタートミスがありまして ね、はい、ペナルティを受けたんですけど、これを取り返すかというこのスーパー GT の走り。3番手に ART、 そしてなんとレッドブルが4番手で、ね、ギアライスは5番手まで下がってますね。いやでもオープニングラップから今日は激しくないですか。クリーンだけど激しいレースですね。さあその後ろを見ていくと、デンソーがいて、アステもキーパーですね。そうですね、アステもキーパーで、でちょっと待って、スタンレーが後ろ下がってますか。これ下がってますね、エネオスも後ろですね、さあ、スタンレーが11番手、一方のアステモは7番手なんで、これランキング 1、まあ、1位と実質上の2位が4つ順位が開いた形になります。はい、スタンレーはこれ今ノーポイントの位置ですね。ただね、今年スタンレーは気づけばスタンレーという、ね、言葉が生まれたように、そうですね、後半じりじりと上がってくる点が多いので、はい、まだまだ分かりません。300はスバル PRZ のアップガレージ変わってトップ、3番手 RTA、 4番手 JLOC ウラカン、一つ山5番手、ここまで順位変わりません。ホッピーが上がって6番手、ゲイマも上がって7番手、リアライズが一つ下げて8番手。これちょっとね、大海としては今スバル PRZ トップですから、そうです、ね、リアライズ8番手ちょっと痛い。ゲイマ、中央車が9番手、ケイチューンズが10番手と、で、シンティアムが17番手まで11個順位下げてるんですね。ひょっとしてちょっと私も追い切れませんでしたけども、少しオーバーランなのがあって順位下げてるかもしれませんね。そうですね、アクシデントがあったかもしれませんね。ただこれ BRZ、まあ、好調だとは思うんですけど、はい、なんか逆に不安になるぐらいハイペースで飛ばしてます ね、はい、これこの順位のまま1位と8位ですとチャンピオンは決まります。はい、スバル BRZ はもし今このままゴールだとチャンピオン決まる状況です。そしてウェッツスポーツは先ほどからカルソニックの追い上げを食らってましたが、ちょっと差を広げてきましたかね。タイヤ温まってきたのか、リズム取り戻したのか。松下もね、鬼の走りでしたけど、そうですね、はい、さあこちらアステモ7番手、ただキーパーにこれアステモクラッシュの影響がなければいいんですが、ちょっとペース前のデンソーよりも遅いかなというところで、ちょっとアステモトレインになりかけてますね。そうですね、あとまあね、キーパーはね
結構今日決勝に向けたそのロングランのペースは、まあ、悪くないんじゃないかっていうね。あ、そうですか。そういう話も出てましたから、これもしかするとあの今日キーパーがスルスルと上がってくるかもしれませんね。でそのキーパーが速いとしてもその後ろのクラフトスポーツ以下も続いているところを見ると、はい、やっぱりアステモがちょっとペース上がらないなという印象ですよね。そうですね。スタンレーが11番手まで牧野忠介を落としてしまったというところで一つ落としました。取り戻したいところですが少しエネオスに対して差が開いてしまっているというのがスタンレーの今位置です。これがまあコントロールなのか単純にペースの問題なのか、まあ、NSX さんよくね真後ろ走ると結構あのダウンホース抜けて走りにくいので余計タイヤの摩耗も速くなっちゃうって言いますよね。はい、そうですね。はい、だから少し前と差を広げてタイヤセーブしている可能性も当然あるとは思うんですが、まあ、この後ここからまあ5周6周走って、まあ前との間隔が離れてなければある程度コントロールしてるんだろうなという、まあ、そういう判断でいいと思うんですけど、ね。はいはい、スバルは2番手アップガレージ、抜いた後1秒1の差です。いやしかもね毎週毎週コンマ5秒ずつぐらいね差を広げてきてるんですよね。3番手の ARTA 高木慎一2秒7候補です。いやでもこのペースのままもし PRZ が走り切れるならばまあ相当車は速いですね。これ PRZ って今までいろんな戦略やってますけど、はい、タイヤどうなんですかね。はい、四輪交換なんですかね。うん、まあおそらく多分ここは四輪交換だと思うんですけどね。はい、そしてこちらは四ツ谷マウに後ろからホッピーがいいスタートをして順位上げてきましたけれども、さらに四ツ谷マウをオーバーテイクしようかというぐらいこちらはホッピーのペースが良さそうです。ただここはなかなか抜きにくいサーキット、まあ、例年近年でいうとあのアンダーブリッジ手前の5コーナーとかあとまあ90度コーナー、はい、あと V 字コーナーで突っ込むときも見ますけどね。そうですね。はい、ここではあスタートで順位を下げましたシンティアムが今吉本選手またオーバーテイクして順位を上げようかというところでしょうか。さあまたこのリアライズですよね。スバルに行かれてますから。そうですね、多い戦いなんですが、ここ3台3ワイドですか。ムータの後ろですね、シンティアム、そしてここはスープラが並んでいます。グリーンフレーム17番手18番手、まあ、サイドのスープラはねもう少しね前の方にいてもおかしくない、はい、まあポテンシャルは高い、まあ、街だと思うんですけど、まあ、もしかしするとこの辺りはあのそれこそタイヤ無交換だとかそのあたりの戦略を組んでいるかもしれませんね。ああそうですか、はい、やりそうですよね。あのそうですね、はい、スープラっていうとね前半は我慢のレースかもしれません。ちょっとエネオス、ごめんなさい、アステモがどちらかというとデンソーに近づいてきた形になりましたね。さっきまでは差があったんですが今度は小原エデンにバゲットが近づいているような形です。ここは小原エメン、バゲット、フェネストラスと外国人ドライバーが並んでいる今、3台になります。その前が佐々木大地で、フェネストラスの後ろがクラフトスポーツの千代勝馬さん。この辺もちょっとラップごとにどんどんと状況が変わってきました。まだ5周目、63周のレース。まあ、今日はスタート直後が激しかったので、はい、なんか今逆にちょっと淡々としてるように見えます。そうですね。いやしかしベストスタートの松下信春平見でも見守りますが、いやでもねチームメイトがああいう熱い走りをすると当然俺もやってやるぜっていうねやっぱりこう気持ちになりますから、今日ちょっとこのカルソニック GTR は面白いかもしれません。前に植毛 GTR おそらくアステモと当たった関係で前のポールを直してますね、少しペースがこれ影響しているかもしれません。今もうすでに、トップのウェッツに追いつかれてラップダウンされるところです。まあ、でもウェッツは今上手にいい展開に持ち込んでますね。2番手のカルソニックとの差を、まあ徐々に徐々に、開けている。まあ、ここはおそらく多分タイヤをマネジメントしながらでとにかく
茂木はタイヤの摩耗が、まあ進むと一気にグリップダウンするコースなんで、はいはい、まあ、そのあたり最新の注意を払って今、展開を持ち込んでいるのかなと、はい、ただ今見る限りでいうと、ウェッツのペースはなかなか今日強力そうだなというふうにも見えます。そうなってくるとチャンピオン争い、まあ、トップ3台という意味では明日でも AU そしてスタンレーですね。そうですね、現在と7位が明日でも、そしてスタンレーが11位、 AU は14位まで下がっちゃってるんですよね。ちょっとね、14位まで下がるっていうのはちょっと気になりますけどね。13番でスタートの人、はい、何かこう、まあ、トラブルではないとは思うんですけど、何かこううまくいってないんじゃないかなっていう想像をしてしまいます。いやしかし三沢さん、毎度ではありますが抜きにくいですね。いやここはね本当つながるんですよね、はい、これ多分サーキットが違えば 今だいぶオーバーテイクが行われてるんじゃないかというような位置関係ですけれども、この90度コーナーも無理に今突っ込めない状況です。あとねこのやっぱ序盤は本当に、まあ、モテギってこうタイヤ壊してしまうと、はい、一気にラップタイム落ちるんで、なので特にこの序盤は、かなりこう、まあ、慎重にと言いますか、はい、ガソリンが重いうちっていうのはタイヤは痛みやすいですから、タイヤがかかりやすいので、はい、ですから重いうちはあまり無理して仕掛けないというのが、まあ、普通と言いますかセオリーなんで、今まだちょっと様子見てるところじゃないですかね。じゃあピットイン前とかが一つ勝負ですか。そうですね、まあ10周、まあ、15周過ぎあたりですね、まあ、10周以降ですね、最低でも早ければ21周目で、はい、20周終わりでピットに入ってこれます。そうですね、はい、ですから10周過ぎからこう仕掛けてくるチームは、割と早めのピットインを、予定している可能性が高いですよね。今現在トップウェッツハルソニー1秒4、 ART は2秒4。おここはあ300の ART、 あれちょっと待って、アップガレージが今ちょっとエキゾーストから煙出てますよ ね、 そうですね。あこれはダメだ、エンジントラブルだ。あガソリンが出てる、ガソリンか水かオイル、いやこれ水ですか。いやアップガレージこのままピットに行けないのか。スタートのアップガレージがここで車を止める。小林、まあ、エンジントラブルでしょうね。あ頭抱えるな、鳥てっぺーポール男。順調だっただけ、まあ、スタートちょっと抜かれはしましたけれども、まあそうですね、ポジションを落としましたが、まあでもペースは悪くなかったですからね、はい、まあ、順調にレースを運んでいたのでね、小林選手伝わってきます。さあこれででも山内としては後ろまで4秒1、さらに状況的には楽になりました。そうですね、2番手に ARTA、 3番手が JLOC ランボルギーニ、4番手にアウディ一つ山ですね。ホッピー5位、6位ゲイナー11号車、7位がこれで、リアルチャンピオンシップですね。そして8位ゲイナー10号車ということになります。で、これでですね22番手スタートのカーガイのフェラーリですね、タジミックカーガイフェラーリ、あー10番手に上がったということですが、小林隆、いやーこれはつらい。フェラーリが22番手スタートから10番手まで上がってポイント圏内です。チャンプですね、はい、順位コーナーきっかけだと思いますか。そうですね、1番手スタートです、はい、そうですね、21位スタート、ごめんなさい、21位スタートから11個上げて15です。すごいビッグジャンプアップです。まあでもこの300はですね、今映ってますね。あそうですね、はい、ちょうどジュリアーノアリジが今アップを走っているんですが、その後ろをケイコツリーノが走っています。あのイタリアンフレンチ争いだからですね、はい、ああそうですね、はい、国際勝負が強いです、はい、でもアレンジは昨日の9番はすごかった、トップタイムでしたね。すごかったですね、見せましたね、きっと何人かにも肩叩かれてるんじゃないですか、来年同様みたいな、
急にメールボックスがいっぱい来たかもしれませんね。さあこれレッドブルの後ろがちょっと渋滞で、そうですね、はい、このタイミングで300に追いついてきますね。これはちょっと500のオーバーテイクチャンスじゃないですか。そうですね、出てきますね。ダンディタイヤがちょっと、いやでもこれかなりの列ですね、トレイン状態です。レッドブルが明らかに遅いですよね。おそらく、はい、ちょっとペースが上がってない模様です。3位の ARTA が全然見えない、同じ NSX ですけど、ちょっとここは笹原は今日苦労しているようです。でここで今前にプリウスが見えていますので、ここから一気に300オーバーテイクショットが始まるわけですが、これで後ろを越したんだと、おそらくそのタイミングで狙ってくるはずです。でまずはアステモが今転送の前に出たんじゃないですかね。これそうですね、出ました ねちょっと車も渋滞してますが、目も渋滞していて、これどういう状況なのか。さあアステモさらにリアライズを狙ってますか。狙ってますね。これ思いっきりこの300を使って、アステモがどんどんとこれ行くぞと、スタンレーにまだチャンピオン決めさせるわけにいかないという走りがね、見えますね。待ってたかのような動き方でしたね、今、はい、さあリアライズの真後ろまでアステモ、伝送キーパー、クラフトスポーツ、エネオスという順番、スタンレーはそのまま後ろです。いやいや、これどこ向いていいのか、もう大変な状況ですが、さあ、今左側にこれがリアライズ、後ろからアステモ、うわー、その前も300が今大変な状況ですが、さあアステモがアウトサイドから、ただここは BMW にちょっと進路を下がれたが、そしてキーパーが伝送の横からインから入って、キーパー前に出た。キーパーも虎視眈々と狙ってます ねそしてその後ろクラフトスポーツも今ここは BMW の前で、エネオス、スタンレーというところでしょうかね。いやしかし大渋滞ですよ、サシさん、これ、まあ目的がねこうなるんですよね、はい、内側に20台ぐらい映ってますよね今ね20台からの街灯の車を見つけるのは相当難しいところですが、これが今 ARTS で500に関してますので、ここにレッドブルがいて、その後ろこれがリアライズ、ね、フロントロースタートのリアライズですが現在5番手で、そのリアライズ後ろ足でも来てますけど、今キーパーが真後ろまで来てますね。あれ、キーパーが伝送前に出たので、さらにそのまま今アステモの後ろまで来たと。おっとっとっと、ああ一つ今の初音ミクですかね、300、そうですね、はい、ちょっと弾き飛ばす、あ、レオンだ、レオンだ、あーこれは銃を引き落とします、菅波、あっ、あーなんと引っかかってしまった、あーこれはヘアピンで、さあこれはどうなるでしょうね。これはいいじゃないですかね、ゼロの可能性高いですよね。まだ出てません、出たらオーバーティックは禁止です。今オーバーティックできます。さあどうでしょうかね、今まだちょっと見てますが、ポスト見てますが、まだ反応ありませんね。さあエネオスがこれで伝送の後ろ、クラフトスポーツ、エネオスどうですかね、クラフトスポーツ伝送、エネオスがこれでアウトサイドから後ろからスタンレー、さあまだあースタンレーと今、エネオスかなが接触しましたよ、ちょっと接触ありましたか、はい、あ大きなトラブルにならなければいいんですが、キーパーはすぐアステモの後ろ、スタンレーがまだエネオスの後ろですね。フルコースイエローが出ます。さあイエローが振られたら、これで、80キロです。まだフルコースイエロー今カウント、あーゼントが回ってる、ここでイエロー、さあこれで80キロ、オーバーテイクは禁止です。あこれゼントはこのままオーバーテイク禁止なんで、戻った位置から、はい、しかし今なんでこれスピンしてしまったんだろう。なんかでもこの位置って接触してる感じですよね。うーん、何か、まあ、3コーナー4コーナーですよ。あ、なんかパーツ飛んでますよ。そうです、ね、4コーナー出口になんか落ちてますよね。今ゼントがちょっと避けましたけど、順位を見ていくと、アステモ、キーパー、クラフトスポーツで、デンソー、エメオス、スタンレーなんで、この辺の順位、あクラフトスポーツだ、後ろがやはりこれちょっと接触しそうですね。カウルがちょっと朝のあのアステモ状態ですね。そうですね、左後ろですか。これはでもゼントと当たった関係ではないと思うんですよね。ちょっとわからないですね、順位的にね、はい、何があったのか、まあ、
まあ、300の車か、まあ、この位置で言うと電装でも電装に何か接触の跡がないのでこれがですから飛んだクラフトスポーツ見てみましょうか。クラフトスポーツ今ここにいますね。はい、いや接触っぽくはないですが FCY が出てもしかしたらゼントはこれスタンレーと当たってますね。スタンレーに当てられて回ってます。あ、なんかその後ろ接触が今リプレイって書いてあるところの上ちょっともう一回見たいですね、はい、でやっぱ電装ですか。はい、電装が当たった感じですね。もう一回見れますかね。多分 FCY が出たタイミングで、はいはい、スピード差が生じて接触したようにも、見えますがね。2つの接触がまあほぼ同時に起きたということですね。これもう一回見ましょう、はい、まずは、ここの今スタンレーがゼントとサイドバイサイドですよね、はい、で同時に、ね、電装も、ね、ここで、ね、一気にクラフトと一気に差が詰まってるんですよ、はい、で前クラフトスポーツこの後ですね今、はい、画面上見てください。上見るとここですねドーンと、はい、あーこれ電装が左後ろ、間違いなく多分クラフトスポーツがやっぱり、はい、あこれでグリーンですね。レース再開です。12周目多分、ね、FCY が出たタイミングで減速タイミングがちょっと違っちゃってたんじゃないですかね。なるほど。さあクラフトスポーツは今ピットインですかこれ。まあもうこれもうヒット入らないと、はいはい、走行不可能になりますから、今ヒットに入っています、はい、クラフトスポーツ、まあ、オレンジボール出ちゃいますからね。直せない。あら、いや何も作業しないんですよこれ。そうですね。いやもう、ちょっと、まあ、修復時間に時間がかかるだとか、車主さん、はい、二郎さん、まずは給油中でしたね。給油して、これからですね今ピットに入りまして、ちょうどですね左のリアのですねカールがめくれちゃってですね、タイヤと接触しててそれで白煙が出てました。ここでタイヤ交換せざるを得ないしそれでもうサイドのピットインという形になるということで大きく順位を落としてしまいます。以上です。ガレージに行ってしまいましたね。ありがとうございます。12周目なんでまだドライバー交代はできません。ですからもう一回前進を必要があるということになりました。さあ順位ですか。ベンツポーツ、カルソニック、エアティア、レッドブル、リアライザー、アステム、キーパー、エネオス、デンソー、スタンレー、モジュール、AU が12番手まで上げましたね。モジュールが13番手、ゼント14番手、クラフトスポーツは今、ガレージです。ただ先ほど の、まあ、スタンレーとデンソーとで、まあ、接触で、はい、もしその、ゼントがスピンをしたならばちょっとこれペナルティー。三沢さん、この90度コーナー、今、フェラーリ対アット RCF、どっちが前ですか。フェラーリ前に出ましたね。9番手テイコツリーのオーバーテイクしました。山田さん、いいはい、お願いします。ですからちょっとそれがもしかしたらその審議の対象になるんではないかなと思いますけどね、はい、そうですよね。さあこちら300の、リアライズを抜いていくのがアステモ、その後ろからキーパーです。いやーしかし21番あーレオンはレオン戻ったんですね。しかしここはガレージです。ヘアピンでコースアウトしてグラベルに捕まっていましたレオンですがピットに戻っています。こちらはホッピーの後ろからはレッドブル、このレッドブルが現在4番手です。500で後ろがリアライズ5番手でアステモ、でさらにその後ろキーパーです。ここはかなり300とのオーバーテイクかなり感覚差が広がったり縮まったり。まあでもレッドブルはちょうど300の、まあ集団の中に入る前ちょっとペースが鈍っていたので、まあ、そこはうまくしのいだ形になってますよね、はい、ただこれ結構アステモとキーパーのペースは悪くなさそうですね。あ、そうですか。はい、ウェッツから松下カルソニックまで1秒3、エアティア2秒8で、レッドブルが5秒3後方で、そこからは1秒以内に続いている状況です。これが今レッドブル、うん、またでも前のね、300スティアノポルシェに引っかく、アウディですか、はい、ちょっと待ってください。これスバル BRZ とエアティアが
秒テールトゥーノーズじゃないですかこれ。いやあのね、あれさっき4秒ありましたよね差が。いや僕ちょっとさっき話そうと思ったんですけど、かなり高木選手のペースが悪くないんですよ。最初5周はそうでもなかったんですけど、はい、5周以降ほぼほぼ BRZ とペースが並んで、はい、で来ているんですね。でスタート前に高木選手クールスーツ着てたじゃないですか、はい、まあ、いつも着てるかどうかわからないですけど、ね、ちょっと BRZ が辛いかな、おそらく。でこれ ARTMSX に関しては結構多分ロングランに自信があると思うんですよね、はい、で高木選手が引っ張るんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあ、そのあたりで考えると割と今回この NSX、まあ、あの55号車ですね、はいはい、目が離せないかなと思ってます、まあ、8号車の方が抜いていきまして、これで300の、あーっと最終グランシードランボルギーニ、あすみません S 字コーナーです。あー初音ミクとの接触か。いや今日荒れますね。うわーパーツ飛ぶ。もう一回これフルコンセロンになっちゃうかな、どうでしょう。そうですね、ただ SG がね、これなかなかやっぱりね、脱出できない。グランシード止まってるのは3、4コーナー、さあ ARTA がアウトサイドから90度コーナー狙っていく、オーバーテイクして、これで ARTA 前か、トップダッシュか。いや高木選手来ますね、ベテラン。いやでも狙ってたんじゃないでしょうか、先ほど言ったように、まあ、初め本当に無理せず、はい、ペースが落ち着いたところでね。ここはダブルイエローです。あこれはやっぱ接触ですね、さあそしてまた ARTA が今いまして、スバルが後ろ、ちょっと間が500と開きました。いやでもさすが高木選手やってくれますね、はい、このダブルイエローです。フランシードが3、4コーナーの間止まっています。まだ、フルコースエローやセーフティーカーの表示は出ておりません。フルコースエローです。フルコースエローが出ました。これでイエローが振られたら80キロです。今カウンターしますね、2、1、これで、はい、ここから80キロです。オーバーテイクは禁止です。ピットも閉まります。15周目荒れますね、荒れますね今日は。はい、まあね、あの大きな、まあ、アクシデントインシデントはまだ起こってないんでいいとは思うんですけども。あなんかリプレイ容疑、ああそうですね、これはランボル、ね、この侵入でランボルギーニと初音が接触してんですね、これね。あもうちょっとフロントのアライメントもちょっとずれてますかね、これね。相当多分大きなインパクトを受けてると思うんですけど、ただ珍しいですね、初音ミク、まあ、片岡選手がなかなかこういう接触とかってしないドライバーだと思うので。そうですね、とても上手なドライバーですから、はいはい、何かイレギュラーなこう予測不可能な何かこう出来事があったかもしれませんね。中渕選手行けますか、今のタイミングなら行けます。これでもウエッツとカルソニックの差がちょっと詰まりつつ、さっきも前後だったんで、うん、結構ね近かったんですよね、1秒ぐらいの差で、はい、2台走ってたんで、まあ、これで ARTA が、ちょっと差が空いてますよね、スバル抜いたので、55号車とスバルの間があの20点なんですよね、はい、でこれでだからこのまま行くと、ポイントが縮まって、さあグリーンです、またレース再開ということになりますが、チャンピオン最終戦に行くということにもなりますが、はい、ランキング2位の、リアライズはちょっと後方なんですが、 ARTA がランキング今5位なんですが、ポイント差が20点ということで、前でフィニッシュすると最終戦に少しという可能性も十分に考えられます。さあこれ松下再開後もまたさらに差を縮めてません？そうですね、はい、さあ国本対松下ウェッツスポーツ。いやでもね、カルソニック GTR は今年ね久しぶりの1勝も上げてますし、はい、そうで、でその1勝を上げてからこうもうメキメキとこう速さをこう見せてくれているので、ちょっと勢いがある感じですよね。
これ前2台とでも ART と随分差が開きましたね。後ろ6秒5後方ですよ。今かなり調子がいいですね。これがタイヤ持つのかとかね、いろいろこう気になるところではありますが、ひょっとしたら頭3分の1で入ってくるようにガソリンから来てということなのかもしれませんが、かなり気になるところです。さあバックストレートに入りまして、あとねこう一旦こう FCY とかセーフティーカーが入った時にあのペースをスローに落とすじゃないですか、はい、でそのスローに落とすとね結構ねあの、まあ、車によってタイヤによって違うんですけど、ピックアップタイヤがピックアップを、はい、起こしてしまうことが多々あるんですよね。ですからもしかしたらこのウェッツの方がこの今の FCY の中でちょっとピックアップを、まあ、起こした可能性はあります。要するにタイヤのパフォーマンスが落ちてる可能性があると、はい、ですからまあちょっとパフォーマンス的な差が出ているかもしれません。これ戻るまでどのぐらいかかるんですか。まあ状況にもよるんですけど、まあ、戻る、まあ、あでもやっぱりやってますよね、ウィーミングしてますもんね。ちょっと何か温まってない感じですか。ちょっと足らねえなっていう感じがあるんですよね。国本としてはちょっとタイヤピンチというところでしょうか。もしくは結構そのまあその固めじゃないですか、はい、熱に入りにくい、ね、熱が入りにくいタイヤを、今回横浜陣は持ち込んでいてペースを落とすと温まるのにちょっと時間がかかるかもしれませんね。つまりフルコースイエローでスピードが80キロになるとタイヤ冷えてしまうと、はい、そうですね、でそれからトップパフォーマンスに戻るまで、フリッシュのタイヤのカルソニックの方が早く戻ってる可能性がある。はい、カルソニック後半のドライバーになります。この辺はコンマ3からコンマ6ぐらい、まあ、様子を見ながら松下も走っているように見えます。後ろがちょっとやはりでもこれウェッツが遅いのかな。5秒まで差が縮まりましたね。国本から ARTA まで1秒ぐらい縮まりました。画面変わってスバル BRZ と浦間です。こちら2番手争いということになるんですが、 ARTA に抜かれたスバルがちょっとペースありません。浦間に追いつかれている状況です。もうあスバルは ARTA から3秒後方ですか。まあ一気にねちょっとペースが落ちてはいます。あれ今あれですかね、デンソーの前にスタンレー出てました。どうかな、ちょっともう一回見たいな。さっきの後ろ姿だったのでちょっとパンと見れなかったんですが、あデンソーの後ろですね。はい、アホームストレートで確認しましたが、さあこちら300の現在の順位です。スバル3秒後方、そして、アウディとホッピーが4秒間に入ってますね。その後ろゲイナー、リアライズゲイナーというところが続いていて、パシフィック、フェラーリはなんと9位まで上がってます。あウェッツでもペース戻ってきましたね。あそうですか、はい、ただ ARTA も6秒5あったその今4秒9です。3番手今ARTA が一番速いペースで走ってるんですけど、はい、まあ、その次にもウェッツが来てるんで、はい、あとレッドブルが結構後ろから、ね、つつかれていたんですけども、はい、笹原右京と今5番手のリアライズの差が2秒まで広がりましたので、ここも単独走行になってきました。むしろその後ろが続いているような状況ですね。まだウィービングしますか。そうですね、随分と熱が入らないような印象なんでしょうかね、国本。まあ、もしくは本当にちょっとピックアップが起こりやすくて今取っているのかもしれませんね、はい、あとこの500でいうと心配なのは先ほどスタンレーの話もしたんですけど、 AU がおそらくモジュールにこれ抜かれて13番手に下がってるんですよね、はい、AU が全くペースが上がらないような状況です。上がってないですね。最後尾スタートのモデューロが12番手に上がっています。こちらがスタンレー、その後ろがモチューロで GTR 10番手争いですね。今スタンレーは1ポイントで取れる位置にいます。ここも10番手スタートから、まあ、まだ順位を今キープしている状況にあって上げてこれておりません。アステモは現在、はい、6番手です。どうぞ二郎さん。
今その au のことですけども、はい、au とですねキーパートムスの中でタイヤの選択はこうあの2人と分かれてたんですね。あ、いないね、はい、au はですねソフト系を使ってます。ですのでできればあの決勝はですね曇ってほしい、25度、路面温度が25度以下になってほしいと思ってました。なるほど。逆にですねキーパーはあの固めなんで、路面温度が高めになってほしかったというところでキーパーは今順位上げてて au は今とっても苦労してるという状況です。なるほど、以上です。ありがとうございます。そのタイヤ戦略が大きく同じトムスですがキーパー au で順位が変わってるということですね。まあ、かなり明暗は分かれてますね、7位と13位ということになっています。さあリアライズの後ろですがアステモがまた追いついてまいりまして、さあ5番手を伺おうかというアステモ、そのスタンレーがまだ10番手で苦労しているところでアステモは、ね、でもね今ねちょうどアステモとキーパーが結構いいペースで今ラップしてるんですよ、はいはい、ですからこれリアライズ佐々木選手を抜くと一気に笹原選手まで追いついていくようなペースでしてますね、はい、さあ松下がまたピタッとこれ 1,2 コーナーウェッツに追いついてきました。ちょっとウェッツ苦労してる感がありますよね。なんかトラクションがあんまり効いてないですか。このコーナー立ち上がりもどうか、 3,4 コーナー回って5コーナーに向けての立ち上がり見ていきましょう。少しカルソニックの方が小さく回ってるようにも見えます。さあ松下信春、あーでも結構これ松田選手今狙ってますね。そうですか、はい、さあ越えてって 130R に向かっていきます。ただねスープラはねやっぱりこうストレートの伸びがいいので、スルスルスルっとやっぱり離れていくんですよね GTR に対して。なるほど。なのでダウンヒルがオーバーテイクしやすいところなんですけどちょっとそこはまた、ね、狙いにくいのかなと思いますけどね、はい、あの90度コーナーのところですか、はい、路面温度は31度まで上がっています。ただこのバックステート入る手前のヘアピンで、少し例えばウェッツの、はい、ここですね、ここの加速が鈍ったら、まあ、GTR もまあ部が出てくるかなと。さあピタッとつきましたよ。これまあ塔は入ってるんですけどねスリッパーうまく、はい、完全に今スリップストリームで近づくはずですけれども、さあ90度コーナーに向けてどうだ、顔を出してくることができるか松下、ここは無理はしません。一瞬今行くかなと思ったんですけどね、はい、あでもなんかちょっとフラッシュして行くぞっていう風に見せかけてるんですかこれ。そうですね、ここはもう全然スピードが違いますね最初コーナー。ちょっと苦しいですねウェッツが。まあいいな、ストレートおっしゃるよね。これがね、スルスルっとね。ただまあコーナーは GTR 早いですから。ああ、インに入った。さあ、ターン2のインに入った。サイドバイサイド。次は左コーナー。まだウェッツが前か。うわっと接触しそうな勢いだ。国本守れるか。松下アウトサイドからオーバーテイク前に出た。これでトップカルソニック GTR。いやー。星野監督。叫び声が聞こえました。そうですね、はい、そしてこちらは2番手争い300です。スバル BRZ と J ロー C 浦間、ここももう山内はほとんど後ろを見ての走りに なってますね。あ、やはりちょっと体重がもしかしたら厳しいかもしれませんよね。 BRZ ペースがやっぱりちょっと上がっていってないですもんね。はい、むしろトップを走る ARTA50 号車 NSX のペースはものすごく安定してますね。4秒5前方ですね。はい、いやー、それにしてもカルソニック4番手スタートからトップ、ちょっと想像を超える速さです。そしてスバル BRZ が意外ときつい苦労しています。これ抜かれるとまたチャンピオンシップのポイントまたさらにARTA に対して縮められる形にもなりますので、そうですね、あと、まあ、リアライズもね、はい、との差も小さくなるということですが、さあここいけるか、はい、元島が狙っていますがなかなかここ決定打がないような状況です。ただここは、まあチャンピオンシップ、まあ、有利ではあるんですけども、スライダー、はい、ただここで、ね、やはりそのなるべく順位を落としたくないですよね。ウェッツ、ウェッツ、ARTA に追いつかれてますね、これね。先ほどカルソニックに抜かれましたウェッツですが、もう ARTA とコンマ3秒。
ぱちょっとウェッツタイヤ厳しくなってきてるんじゃないですか。22周目もう3分の1ピットはオープンです。ドライバー交代まで行きます。ただもうちょっと引っ張りたいんですかね、こうなるとね。そうですね、燃費の問題もあるので、はい、早く入りたいんでしょうけど燃費が後半持たなかったら意味ないですから、はい、ですからまあそこら辺のね、何周あたりが、ギリギリのまあウィンドウになるのかっていうのはちょっとわからないですけど、500のピットってまだ対応出せるのは見えません。スタンレーがちょっと準備してるかなというふうにも見えますが、ただまあ聞くと、まあ500の方はとにかくやっぱ3分の1で仮に入った方が良かったとしても燃費的にかなり厳しいんだと。ですから3分の1前半3分の1で数に入るというわけにはどうやらいかなさそうですけどね。はい、さあここはちょっと300のオーバーテイクで松下が落としまして、そうですね、 ARTA の NSX の8号車、サシャさん、サシャさん、マイチローさん、ピットではですね、カラソニックもう準備できてます。ドライバーもですね、もうピットロードに出てます。次の週ピットインです。これはだから軽いんですね。そうですね、まあでも一番先に動くっていうのは、あ、キーパー入った。さあキーパー、あ、これドライブスルーペナルティですか。あー、なるほど。いやでももったいないですね、接触ですか。あ、そうですね、65に接触、はい、との接触ってことでしょうか、そうですか。スタンレーの方はレーシングアクシデントとしてお咎めなしだったようですけれどもね。これはキーパー痛いですね。ペースは良かった、タイヤチョイスがね。いや、そうですね、いい感じでしたから、はい、さあカルソニックは早めにピットに入ってきそう。このまあ、この周回終わりで入ってくるとなると長い長いロングスティントがセカンドスティント待ち構えているということになります。平峰、そして福住二玲が国本に先ほどからも何度 もう迫っていますが、まあ、ここは松下もね、本当に苦労してましたから、果たして福住二玲はどうやってオーバーテイクしてくるのか。ストレートスピードのあるスープラです。まあでもトップと3位の福住選手までは差が詰まってますからね。1秒7、さっき6秒5ありましたからね、はい、これやりようによっては、結構ピット全員ピット終わったら、はい、順位が入れ替わる可能性とか出てきますね。ケイチューズがピットに入ってきましたね。そしてカルソニー入ります。ARTA も入った。おお、これ同時ですか。1位3位同時ピットイン。これあれですね、おそらく多分カルソニック逃がしたくないっていうのと、はい、あと今ウェッツにも詰まっちゃってたんで、そうか、はい、抜きに行くのを苦労するよりも、はい、とにかく早めに入って自分のペースで行って、はい、後でウェッツが出てきた時に前に入る。そうですね、リアライズも入って一気に入ってきますね。リアライズ、あとスタンレー、さらにオチュール、そして AU も入ってきました。一気にこれ入ってます。ご覧の通り、ピット作業でどうなんだろう、はい、もしカルソニックがガスが少なめなんだったら、はい、9時間かかるので ARTA が前先行する可能性が出てきますね。あとこれチャンピオン争いでいうとスタンレーは入りましたけども、アステモは入っていません、はい、同時ピットインではなりませんでした。ですからこの辺どうなるか。300のケイチューンズがまずは一番最初に入ってきましたけれども、これは、コースインピットアウトしていきます。その後500がどういう順位で、ただね、ここ2レースまで見てると、はい、早めに入ってる方が比較的その得を得やすい、レース展開になっていたので、そのあたりを多分組んでこれ今、早めに動いてるチームが多いんじゃないでしょうかね。はい、パルソニックに行ってで ARTA で、これが今リアライズ、モチュールが出てモチュールで、ちょっとスタンレー時間かかってますよこれ。 AU より後ろですよ。AU の後ろ、はい、いやこれはスタンレーちょっとタイムかかりすぎたんじゃないでしょうかね。そうですね。そして今フェラーリがリアライ300オーバーテイクしてますね、はい、さらにケイコツリーの順位を上げています。7位まで上げたということですかこれ。いやこれしかしスタンレーはピットストップ何か手こずったんでしょうね。なんか煙が上がるところに、さあウェッツが一生遅れて入ってきました。まあウェッツはねこうなるともう早く入らないと、一気に
あの前に出られるので、はいはい、デンソーも入ってるようです。これでも順位入れ替わる可能性高いな、この1ラップで、はい、まあ、出てってもタイヤが冷たいですからね、はい、はい、今給油中です。ただね、これ前半、まあ、ほぼまだ3分の1じゃないですか、はい、3分の1で、まあ、ウェズがもしタイヤで苦労していたのならば、後半3分の2も残っているのでちょっと厳しいかもしれませんね。コンパウンド違うってことはないんですか。まあ、もちろん変えてはいくと思うんですけど、さ、伝送見えてますね。カルソニックもね、これ今多分インラップだと思うんですけど、この人入ってくると思いますけどね。カルソニックもカルソニックはもう入りましたね、さっき。ああ、はい、入りました、はい、さっき入って、これが今突破争いです。カルソニックが前です。いやー、ウェッツはまだあの冷たいタイヤですから、カルソニックトップ。問題は ARTA よりはなんとか前ですが、この位置をキープできるかどうか。さあ、あったまりが早いのか、 ARTA が抜くのが早いのか、2番手争いです。アウトラップは厳しいですからね、これです。いやー、まだペースが上がらない。後ろから ARTA が一周前に入って追ってくる。その後デンソーが今出てってますね。デンソーの後ろにいますね。でもカルソニックは相当ピットうまくやりましたね。ピット入る前は、ものの2秒差ぐらい、1秒6でした、トップと2番手がそれぐらい差だったのか、はい、今もうこれかなり差開いてますから。あー、やる気が追いついてきた。5コーナー、さあ、この後130、あー、もうこれダメだ、全然ダメだ。まだ熱が入っていない。 ARTA が前に出る、 ARTA が前に出る、 ARTA が前だ。ここは S 字で前に出ます。さあ、そして、アステモとエネオスが今ピットに入ってますね。さあ、これアステモはスタンレーがちょっとピットミスしてますから、まあ、いずれにしても時間かかってますから、はい、ここ大チャンスです。チャンピオンシップ直接のライバルになります。あ、ちょっと急のリング入るのに大丈夫かな。いや、でも今タイヤ交換もかなりスムーズに入りましたよ、はい。さあ、ここはさらにゼントも入ってますか。ゼントも入って3台ですね。エネオスは今前輪給油終わりましです。給油中はタイヤの交換はできません。さあ、これでレッドブルがまだステイアウトですね。あれ、キーパーが前に出てるんですね。あ、これはあれか、でもまだドライブスルーペナルティなんで実質上ピットに入ってないということですよね、はい。さあ、エメオスがどこに出てくるか。これが今ウェッツ、あ、そしてエメオスの後ろですか、ステモア。あ、ただスタンレーよりは前ですよね。前です、はいはい。ただこのアウトラップどうしようか、ただ差はちょっとありますからね。リアライズの前に出た形ですね。ただこのリアライズ以下はもうタイヤ温まってます。はい、リアライズ、電装、その後ろも中ローテックまで、これどこまで踏ん張れるかですね。はい、石郎さん、先ほどのウェッツスポーツですけども、やはりフロントには結構ピックアップがありましたね。あ、そうですか。他の周りのですね、車と比較してもウェッツスポーツのピックアップが多かったです。ありがとうございます。さあ、ステモこれで今リアライズにオーバーテックされまして9番手、ただまだ2台が実質上入ってないということですから、まあ、7番手を走行しているような状況でしょうかね。あとは後ろから来る車になんとか乗れないままタイヤを温めたいところです。まあ、後ろからもちろん GTR が来ています。今、スタンレーは13番手のポイント圏外です。ですからアステモとしてはなるべく多くのポイントを取りたい。まだ引っ張ってる無限と、もう一回ピットストップ、ドライバー交代をしなければいけないキーパー、この2台が控えています。これ実質上のトップ争い、 ARTA とは5秒5の差です。でウェッツが3番手、まあ、とてもカルソニックはうまく、まあ、やりましたね。はい、エメオス、リアライズ、デンソーです。エメオスがリアライズ前、エメオスも随分とこれうまくやりましたね。大島が今表示上の6番手で、リアライズ、デンソーにこの回転はアステモが9位ですか。さあ、これ、あ、
まだここ戦ってるんですね。そうですね、2番手争いになります。前の ERTA は6秒前方。ここはピットン半分ぐらいまで引っ張りたいんですかね。ポルシェが入っています。ポッピーです。今車の前で給油中ですね。さあここは Z が来てますので、これでもちょっとスバルはペース上がってないですね。後ろがどんどん迫ってきてますね今状況的には。でも山内元島の攻撃をある意味ずっと防いでる、なかなかこう頑張りのドライブですね。そうですね。ただ前とはエアテイにはどんどん行かれていて、今ポイントは迫られている状況です。ランキング2位のリアライズは現在7番手。まだ上位勢300はピットに入っている車はありません。中央車のゲイナーがピット中ですね。あとホッピーが入ったというところぐらいですが、チャンピオン争いの車でまだピットに入っている車は300はありません。500はほぼ、あとは、レッドブルとキーパーを残すのみです。なかなか元島としても攻めどころがない感じですかね。これ茂木はね、本当ね、もう聞きにくいんですよ。あ、前とか今行きましたけど、ART が今トップに行きましたよね。これぐらいの差ですよということですね。あー、もうピタッとテールトゥノーズ、今6秒差まで開きましたね。元島としては抜いて ART に追いつきたいところですけどね。これそうですね、後ろからもうアウディ来てますもんね。これおそらく多分ランボルギーニは BRZ を抜くともう少し多分ペースが上がるような感じですね、はいはい、完全にこう前に詰まってる状態。あ、レッドブル入りましたね。トップ走行中だったレッドブルが入りました。これで29周目半分弱のところです。コーナーも小さくランボルギーニ回ってるんですけどね。そうですね、詰めはするんですけど前には出られない。まあ、もちろんねこれ、まあ、展開よく分かってると思うんですね山内選手も、はい、ですからまあうまく、苦しいながらも、まあ、抑えるところを、まあ、うまくこうポイント絞ってるような感じがしますけどね、はい。まあ、少なくとも75キロですか、まだウエイト積んでるわけですから、はい、まあ、そこのね、まあ、ハンディはやはり、認識してると思うんですけどね、はい。サーレットが出ていきまして、位置としてはエネオスの前ですね。そうすると6番手で復帰した形ですか、5番手で復帰ですか。ほんとなんかパーツ取りましたね。そうですね、パーツかタイヤかすかなんかね、大きいの取りました、はい、タイヤかすならいいですね。でもね、あれぐらい大きいのだとタイヤかすでもね、相当ね、あの車当たったら何か壊れます。あ、そうですか、はい、結構大きいパスでしたね。さあ、これエネオスに対してちょっと守るのは難しいかもしれませんね。そうですね、ラモルギー入りましたね。もうしびれを切らして先に入りました。スバルより先にピットインです。あ、エネオス追いついてはきますが粘ってますね。多いこれ、ね、バックストレートエンドまでね、うまくしのげると多分抜かれずに済むので、この先の折り返しての90度コーナーですよね。はい、そうですね、ここですね、この先。あ、でもこれは踏ん張れると思いますね、この距離、はい。あ、ここでどのぐらいこの立ち上がりのトラクションで詰めてこれるかエネオスが。大島さん、田舎さん、はい、88号車なんですけれども、ランボルギーニリアタイヤ2輪のみ交換です。今スタートしました。ちょっと出るのに時間かかりましたね。リアタイヤのみ、フロントは変えず。そうなるとこの ARTA の55号車の NSX がどういう戦略で来るかが注目ですね。あとスバルですよね。スバルもそうですね、はい、4輪交換するとなるとピットでだいぶタイムを10秒以上失う形にもなると思います、はい。まあ、対ランボルギーニというんですが、ここはアステモとデンソー、これが現在アステモとデンソーは8番手争い。あ、これインガー入ってこれるか、いや、ここは無理ですね、塚越。
走もどうですかね、これ結構我慢のレースをしなきゃいけないのかなという感じも見えますが、行きたいとこですね、塚越としてはね。そうですね、まあでもね、そう簡単にはね抜かさせてはもらえないと思うんですよね。300は一つ山アウディがピットインですね。3番手走行中でした。タイヤは4輪用意されて左前に中手が見えました。さあしても塚越、セカンドスティントに入ってどこでオーバーテイクするかというところです。今ちょうどレースは折り返しの31周目。まあでもまだ半分ありますから。そうなんですよ、塚越選手もね、ここで無理してタイヤを使ってしまうわけにはいかなくて、はい、ですからタイヤもいたわる、車もいたわる、でもアグレッシブにいかないといけないっていうね、矛盾ですね。はい、まあでもここ本当でも腕の見せ所ですし、まあ我慢のしどころでもあるかもしれませんね。スタンレーが現在もポイント道を走っていますので、アステモとしては順を上げたいところです。まあさっきあのスタート直後にもまあ話した通り、このピットイン直後も、ガソリンをたくさん積んでる状態なんで車いわば重いわけですよね、はい、でその状況でまあ、プッシュし続けると、タイヤをすぐに壊してしまうっていうところが出てくるので、はい、今本当これちょっと我慢のタイミングなんですよ。30周目気温25度、路面温度はちょっと下がりまして29度まで2度ほど下がりました。さあ画面左、今ピットのタイミング見ていただいておりますけれども、黄色い、あのピットイン回数、まあ、ドライバー交代まだ義務を果たしていないという状況ね、なので青い車、あ今ちょうどキーパーが入りましたね。これでおそらく青に変わると思いますけれども、クラフトスポーツはまだ11周目で、ピット入ってますけれどもドライバーは変わっておりません。これが青にならないとレースフィニッシュした時にペナルティになっちゃうと思いますね。もうでも少しこれ全然ペースいいですね、おそらく。はい、ただもう茂木はね詰まってしまうと、もうその前の自分がいくら速くても前のペースにどうしても合わさざるを得ないので、まあ、300が今抜いたタイミング一つチャンスではあったと思うんですけど、はい、うまく利用できなかったというアステモの塚越です。あとまあやっぱりねスープラこう本当にスルスルっと伸びていくので、なかなか難しいと思いますね。現在500トップはパナソニック、2位 ARTA、 3位にウェッツスポーツで、レッドブル4位、エメオス5位、リアライズ6位で、7位にこの伝送ということになりました。キーパーが入りましたので、まあ、これで5戦ですね。500の車が前後にいないんですが、まあ、これもほぼ最後尾じゃないですか、モデルがさっき通過した後に入ってるんで、はい、こちらエアティエク500、ごめんなさい、300のトップ、今後方のスバルまでは5秒9入りましたね。これが300上位勢最初のピットインです。さあタイヤ交換をちょうど真ん中です、ね、どうするのか。半分で切ってきました。そうですね、タイヤが注目ですね。はい、用意され、ちょうどあの1コーナー寄りの一番先頭の方にピットがあるんですが、これで今スバルビアラゼットは入らず駆け抜けていきます。リアルテ交換フロントタイヤ用意してないですよ。これリアだけ交換ですね。もう2輪だけ変えていくと、はいはい、いやでもそういう戦略であったにでもあのペースですから、今日 ARTA の演説は強力ですね。水沢さん、タイミングモニター見てて、パシフィックフェラーリなかなかいいペースで来てるんですよ。はい、でラップペースも速いんですよ。だってまだピットストップしてなくてスバルビアラゼットの後ろにもフェラーリ来てるってことですか。はい、そうです。めちゃくちゃ速いですね、はい、21番手スタートから。さあこれで今 ARTA は
出ていきました。リア交換、あーここに今キーパーですね。はい、でこれが今アウディですけども、アウディは先に入りましたが、アウディの前にエアティが復帰していますけれども、この距離だとちょっとオーバーテイクはアウディは難しいですかね。そうですね、はい、ちょっと難しいです、ね、ですからエアティは前で、はい、ということで、ちょっとそれにしてもフェラーリ強速じゃないですか。そうですね、なかなかね、今ですね実質上の3番手を走ってるんですよね。あのペースがずっといいんですよ。で自主ぐらい前からどん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 差を詰めていたんで、はい、あ、ビアルゼット入ります、入りましたね、一周遅れてスバルビアルゼットが入ります。さあこれでどこに戻れるのか、あとタイヤの交換はどうなのか、これがこれでフェラーリ蛍光ツリーのこれとトップになっています。あ、四輪交換ですね、四輪全部変えますね。そうすると、まあ、ARTA の方がだいぶ前に出るんですけど、まあ、四輪変えた分フレッシュなタイヤで追いつけるかどうか、追い上げの戦略になるってことですかね。あとランボルキーニとの位置関係も注目だと思います。そうですね、はい、ランボルキーニは先ほど少し早めのピットで、はい、ビア二輪交換で出てますから、まあ、9時間のロスタイムとかはちょっと見えてないですけれども、はい、ちょっとそのあたり注目ですね。ちょっとなんか山内のあの感じ見るとちょっとあまり嬉しそうじゃない感じですね。厳しいんだと思います、おそらく、はい、うなだれるような感じです、ね、なんかさあ、じゃあ挙動して、まあでもそんなに遅くないですね、3秒ぐらいかな。さあこれで ART は前に来ました。でランボルギーニ来てますね、アウディもこれで、ランボルギーニがただこうタイヤ温まってないですからね、スバル、はい、さあ井口ここからはタイヤ温め走行です。ランボルギーニ後ろから来ている。さあこれ、あ、微妙な差ですね、どうだ、後ろから来る小暮守る井口、まあね、小暮選手もね、この火がついた時の走りは半端ないですからね。あ、もうなんかものすごい今アウトまでもう、もう動物的な走りをする、はい、4コーナーを有名ですから、遠赤を落としながら追いついてきました。さあ続いて 130R、 これも同じですか、90度コーナーまで守れるかどうか。そうですね、でもこの差はこれ S 字で多分一気に下がる、詰まると思うんですよね。あ、もう全然だってインにつけないですもんね、はい、エペックスね、スバル BRZ。 ただね、500より300はまだ、タイヤの温まりは早いので。そうですか、はい、まあでもこれ小暮選手はここをさせないと。さあヘアピンどうか、いやヘアピンはスバルのが前だ、ここの立ち上がりですね。そうですね、ただうまく山本、あと井口ですか、井口選手もしのいでますね。さあ90度コーナーに向けてここからダウンヒール伸びてくるか、裏間前はスバル BRZ。 さあ温まるのかタイヤ、それとも熱いインの差しがあるのか、小暮守ったか、井口行かせません。チャンピオンかかってますからね、まあ、ここまで踏ん張るとね、熱も、はい、あの入ってくるんで、これは井口グッジョブじゃないですか、うまく抑えてますね。まだでもここでも諦めておりません。1コーナーでもインナーからいつでも行くよっていう感じで顔を見せてきます。ただ今多分スバルがランキングトップじゃなくてチャンピオン争いをしてなかったら、多分小暮選手あれ多分イン入ったのかなと。そうですか、まあ、接触してリタイアさせたりだとかってやっぱり良くないです。そうですね、はい、もちろんね、あれは入ったから必ず接触するってわけではないんですけど、かなりやっぱハイリスクなバトルにはなりかけていたので、はい、ただまあでも井口選手うまく今は守りましたよね。さあリアライズがいますね。リアライズはピットを終えて出てきたところで、あっと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 、あれはクラフトスポーツかな、今500、はい、さあこのリアライズがご覧の通りピットアウト組では3番手、その後ろについているという状況です。
間に挟んだんですけど、まあ、むしろリアライズはあまりこれペースは上がらない、うん、でリアライズは、まあ、チャンピオンシップでこのスバルと争ってますから、はい、ここ前絶対守りたいですよね、はい、そうすればポイントがまあ自動的に詰まる形になります、はい、2台は12点差です。でもサッシャさん、この展開って昨年から何度も我々見てません、はい、しかも今リアライズはオリベイラです。そうです、オリベイラ井口、はい、後ろからここね、これどうなんだろう、しかも抜きにくいモテギと来ると、サッシャさん、サッシャさん、はい、竹内さん、GT300 クラスランキング2位の56号車リアライズ無交換だそうです。あ、これ無交換ですか、タイヤ無交換、うわー、まあ、そうですね、確かに監督ここでピットレーンで20秒早いですねそれで前出てるんですね、サクを投じてきましたね。さっき7番手あたりを走っていたんですけれども、まあ、実質上2位を走っていたスバルの前にこれピットで出て、で無効化、いやでも結構厳しいとは思うんですけどね、オリベイラタイヤズルズルで頑張るということですかこれ、はい、まだ今いけるんだと思うんですけど、まあ、いけるとしてもタイヤ使わないように走るでしょうからね、最初は 今そうやって走ってるんです、はい、ですからこれ差が詰まってるんですけど、抜かれなきゃいいわけですからね、今から30周はないですけど20数周はあるわけじゃないですか、7で300ですから、まあ、23、4周はあるでしょうね、23、4周これなかなか難しいですよね、はい、さあ、オリベイラが守れるのか、井口、小暮が後ろから来ています、スバル陣営、そして藤波、ま、そうですよね、これどうな、これでもフラクション違うんじゃないですかね、あでも伸びがいいな、 GTR 村上も伸びがいい、ちょっとスバル BRZ は、いや去年もねこのパターン何度も見ましたけど、まあでも今日はどうだろう、これ耐えたらもうすごいですよ、神様みたいな人になると思いますけどね、神様、仏様、はい、JP 様みたいな感じですか、はい、チームには ねいやでも難しい、普通は難しいです、いこっから難しいです、はい、あちょっと待ってください、あれアウディが ART を抜いてますね、ということはピットイン組実質上トップは一つ山アウディ R8、 これは大健康ですね、あれアウディも後輪交換でしたよね、そうですね、で ART も同じですよね、はい、で、あとランボルギーニも2輪後輪の交換でしたね、でスバル BRZ は4輪交換でリアライズは無交換で、その2輪交換同士ですけれども、一つ山アウディがなんと ART を抜いたということで、佐藤蓮がこれで今篠原に抜かれた状況です。でもまだピット入ってない2台3台、まあ、6台ですね、マジックフェラーリ、はい、フェラーリ高野の湯もちょっ とあとグリーンブレームスープラもおそらく無交換で来たとなると、そうなんですよ、来るとなると、はい、どこまで上がるかこれ分かりませんよ、はい、あとさあゼントとスタンレーだ、ゼントとスタンレー、これはスタンレーがもともと前なんですが、ゼントが追いついてきています、